どうも皆さんこんにちは。ですね、今はですね、こういう状況で、要は、前回からね、ここまで戻ってきました。まあ、動画なんでも、あれかなと思っても、結局動画だから、はしょる部分ははしょった方がね、ずっと通して生放送じゃないんだから。まあ、戻るのもそんな時間かからなかったけどな。まあ、10分15分っていう話だろうな。これ何なんだろうな。マイクがね、マイクがなんか、静電気がなんか溜まるんだろうな。よくわかんないけど。で、ここだよな。問題のとこかな。で、その、一回、なんだろう、間違えてるルート、全部行きます。かつちゃん、けんちゃんでももう好きすぎて、全部のルート行きたいっていうのと一緒でさ。かつちゃん、けんちゃんのさ、1の位置にワープする、あれと一緒だよな。これで、ここから来てるわけだよね、下からね。もう忘れた人のためにおさらいするけど。で、こっち行ったら2面。で、こっち行ったら3面です。だから多分、自分はでも一回、なんだろう、放送外で、コマのとこまで行ってんで一回消してるからね。うん。これ何あれしたら、もういいや。食らったら食らったで。別に、これぐらいつけようか。これがラスボス、下見えてのラスボスらしいけどね。で、まあこれ後から行きます。これ今リセットするっていうあれで行ってるんで、みんなここは間違い、ここは間違いとかで部分部分をね編集してやるんだけど、そんなことしたらさ、あんまりゲーム知らない人はどこのこと言ってるかわからない。ここからだよね。だから1、2、3とあるんだよ。ここと、下のとこと、2つでしょ？これも外れ。もう一つあるんじゃないの？ 2 つか。2つだな。ここは当たりなんで。じゃあまず、2つの失敗をやっていこう。もう全部入らないと気が済まないんで。ここか。だ全部やりたいじゃん。でまずこっち行きまーす。初めて入るんで。まだわかんないんだな。どうせ最初に戻されるんじゃないの？あれ？違う？全然、一回も見てない。もう確実にこ、で、左のところ行ったよね、最初ね。最初行ったじゃないって、あれか。まだ行ったことないか。2個目の金面符と3つ目の金面符違うからね。これだけか。なんだ俺、また1面にも、一番最初に戻されるのかと思ってた。ある配信者もこれ失敗してたね、名前は言いませんけど。最初のとこまで戻されてたもんね。まあね、最初に戻されるのもこのゲーム悪くないんだよね。ワンナップ取れるし、んで、あれだから。ワンナップ取ってよかったな。いや。ちょっと待ってよ。こっちだよ。今ここ出てきたろ。話してたらわかんなくなってきた。じゃあもう両方終わったっていうことで、もうこれ全部いったね。っていうことは、それだったらさ、俺さ、失敗ルート行った後リセットするつもりで行ったからさ。なんだもう。もうそれだったらいいやと思って。ここ下行きます。で、これ記名符のとこね。やっぱあれだよな。
自分がその2面で剣完走してるのが勝った理由じゃない？だいたい半分ぐらいしかないんだって。みんな上手いよな、半分しかないのに。だから多分ボルギヌとかなんか使ってるんじゃない？炎を回したりとかして。これ。これ取れてるよな。たまに取れてない時あるんだよ。なんでこの野郎みたいな。プチって消したりとか。鬼面符を、やるべきか、やらざるべきか。それが問題じゃ。鬼面符をやるべきか、それが問題じゃ。これ何回もやらないといけないんだよね。鬼面符をやるべきか、やらざるべきか、それが問題じゃ。これそうでしょ。これ分かんないよな、最初行った時。やる、やらない、やる、やらない、やる、やる、スタート、やらない、や、これね、何回もね、話すっていう、あれになってるんだけどさ、わかんないよな、最初からな。もう自分これも見ました。グーグーグー。決めんほやるべきか、やらざるべきか、それが問題じゃ。あ、確率だっていうことは、やる、やらない、やる、やらない、やる。あ、やる、やらない、やらない。お、うむ、運のいいやつ、鬼面符をやろう。多分ね、確率だと思う、これ。で、これ鬼面符3つになったから。あと、コマが攻めるのとこ1個ついて、あと、なんだろうな。なんか、全部揃わないと気持ち悪いよな。上が2つ空いてて、防ぐが1つ入ってんのか、なんだろうね。わかんないなぁ。あ、なんかこういうの、気持ち悪いんだよ、自分は。全部揃えたい派なんて。サンマの名探偵も全部、揃えようとしたの。そっか、もう終わりなのか。今日どこまで行こうかな。もう全部、わかっちゃってるからな。初見じゃないし。大体2面なんてみんなうろ覚えでさ、ぶっ飛ばしてるんだよね。自分はほら、1日で2面やったでしょう。もうほんと短いからね、2面は。で、中にはほら、なんだろう、手裏剣を取り逃してるやつもいるんだよな。まあ、手裏剣取り逃したらちょっと悲しいよな。どうしよう、どこまで行こうかな。まあ、これで7本しょうがないよな。でもここで全部行ったっていうことだな。途中で分岐とか出てたらどうしようかなと思ってるんだけどな。もう確か分岐出なかったと思うけどな。だからこのゲームディソゴは周りなんだって、経験値があるから。だから再スタートに戻されてたり、途中でほらなんか迷ったじゃん、あれもありなんだって。あそこの鬼を殺したら、たひらしたらね、結構経験値もらえるから。ほら、もうこれ一方通行でしょ。いやー、分岐さ、絶対最初とか2面のなんかとことかめちゃくちゃ飛ばされるのかなと思っててさ、なんかワープゾーンになってて、ルーラーみたいなね、そんな感じなのかなと思ってたけど、まさかさ、繋がってるだけっていうね。結構、迷路みたいになってて迷路じゃないみたいなね。結構優しいな、これ。あ、今9分か。まあ、9分くらいだったらね、飛ばす人は飛ばすからね。あ、そんな別に興味ないみたいな人もね。ああいうのが楽しいんだよね。ああいう迷路どうなってるかとか。はい、着きました。いや、でもなんかさ、これもな、ネタバレすると思うし、これ最初はあれだけど、背景だけど、だんだん敵になるんだよな、しばらくしたら。俺そういうとこ好きだよ。言っちゃったけど。これ、防具1個1個、攻撃1個1個にしないとダメなんだよ。なんだよ、これ。あー、もんだに。あ、でもやっぱ防いでるわ、結構。あれにするか。
としな。あ、マジで。ちょっと待って、剣に帰ろう。もう剣でいい、剣でいい。めんどくさいわ。ほら、落ちてくる。これ、倒せるの？あ、多分倒せないよ、やっぱり。これもずるいんだぜ。っていうか言っちゃうけどさ、これね、何回もやってたんだよな。これずるいんだぜ。ちょ、一回やってみるね。よいしょー。ほら、あれでしょ、もう一回でいいよね。これもう隠し、あの、隠しな、隠しブロックで、あ、ないの？あ、ないのか。で、わかった。これも行くん。じゃあ、その何？あの、あ、防ぐ全部揃ったね。で、攻めるは、なんだろうな。波動拳と、あと、駒がもうすぐ取ります。波動拳の駒かな。あと一個なんだろうね。わかんないわ。ここでこっちか。まだコマじゃないのか。危ね。今動かなかったぞ。あ、そうだ。これ忘れちゃダメ。もったいない。もうこういうのいいからさ。あ、なんでしゃがんだ。しゃがんでジャンプできない感じだな。で、それで失敗してるんじゃない？今、一つ、解明されたね。ちょっと待ってよ。ほら、しゃがんでジャンプできないんだって。これさ、コマがあったらいいんだけどな。ここでさ、みんな剣をね、なんていうの、攻撃力アップするの。それじゃあ2面間に合わないんだよな。いろいろあるんだよ、だから。あ、来ちゃった。ちょ、何？あれ出さないの？あれ出さないの？出さないの？あ、で出した。ちょっと遅くね。これでみんな回復す、みんなだいたい気づくんだよ。ここで剣アップできるな。だいたい半分ぐらいで行ってきてるやつおるからね。あ、もう、もういいって、もういい、もういいから、いいから、いいから。あ、落ちないのかい。そうそう。だからね、一概にここで、あ、ここに先来て剣の力をアップするっていうのもありだけどな。それはあり。で、二面に臨むっていうのはありだけど。どっちにしろ一緒じゃん。ここまで遠いしさ。これもなんか入る。何？月生まれで入れるとこなかったよな。よく考えたらな。この頃ってさ、グーニーズでも何でもそうだけど、どっか入り口とか入れたりするんだよ。これは下のルート行きます。下のルートね。ちょっと一回上見せるか。まあ、まあ、見たい人もいるだろうな。俺も見たいんだよ。上がこうなっても全部知ってるんだよな。上がここ。ね。で、その、見えてる下のとこ行きます、今度。ここね。下のルート行きます。下行ってからちょっと、寄り道？なんで下から行くかって、もう行ったらわかるからさ。さっき見えてたのが、上のね、ここね。さっき上のところね。で、こっち、まず行きます。なんで下から行くかって言うと、もうすぐ見たらわかるんで。なんで下をわざわざ選ぶかってもう見たらわかるんで。これ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 。あ、これじゃない。まだ見えてないな。まだ見えてない。もうおっさんいいから。もういいから。もういいって。もういいから。ちょどうしようかな。どうしようかなって行けよ。行くしかないだろう。これ。で、これ一個ずつやらないとね、有効になってないから。倒れ、うわぁ、何、これは覚えてなかった、今さっきのは。で、これで戻ります。で、もう一回も、あ、戻るわ。体力はやばい。で、ここだよな、サムネな。チャキーン！あら、あれ？
あれ？あれが、これほんと最強。あの何もうメトロイドとかもあれ？あ、またバグってる。あ、またバグってるよ。あ、有効の上にこれなんか？あ、あ、なるほど。一個一個有効にするっていうことか。マジで？じゃあ、剣一回やってたらもうそれ有効、ずっと有効になってんだ。あ、そうなの。あ、やっぱ倒せないね。一回倒せるのかなと思ったけど。これちょっと帰りまーす。今何分？ 15 分か。どうしよっかなー。で、これでもほら。ね、コマでしょ。あ、あと一個何なんだろうな。めっちゃ気になるね。これ何するかっていうと。あ、ちょっと遠いか。ちょっと遠いか。もう大体、ほら、何してるかわかるでしょ。こういうの大事なんだって。で、これ、あの、こう、あの、何、経験値、あの、貯める人もいるからね。こういうのが大事。急がば回れて、こういうことだよな。まあ、30分くらいなんか切ろうか、今日。まあ、自分は楽しい。どの面も楽しいんだよね。こう、ほんと、なんていうの、やっぱ思い出補正がかかってるもんだって、自分。ほんとに思い出補正かかってる。なんか遠くの方にコマ取れたよなとか言うと、ああ、ここだ、ここだったんだと思って、その古い記憶がさ、鮮明に蘇ってくるっていうか、ここ外れルートなんだけどな。外れ、さっき言うとくけど。外れルートです。だけど自分は行くんだよね。で、ここで一個ずつやろう。一個ずつね。うん。でないと一個ずつしか有効にならないんだって。なんか、あの、しばらくしたら気づくんだけど、上を押す。上を押す。しばらくしたら気づくんだけどな。もうなんか倒さないとどうしよう。ああ、もう。こっちの方が足が速いから。よし、全部大事、確かめて。あ、そっか、もうこれあれか、これこのジャンプがデフォになってるからしょうがないな。ちょっとなんかやりにくい。で、あー、なるほどね。これもう有効になってんだって。あの、だからこれにしてもジャンプ、あ、ほらね。で、これワンナップでしょ。でもこれどうしようかなと思って、まあ一応あのやりますね。回復してからの洞窟内にあるのは、あれ、フィールド上にあるのはこうする。で、これも食らうしかないじゃん。あ、ちょっと待ってよ。これ、鬼面符にしといて。鬼面符じゃないけど。これ一応外れルートね。ここに行くための外れルート。ほら、もういらないでしょ。こんな。だから本当だったら、ここに、なんか最後のなんかアイテムとか売っててもいいんだよな。売ってないじゃん。ほら、もういらない。今のも、その、わざとダブらしましたけど。ほら。もういらないわけよね。だから、あと一つ何入るんだろうな。自分もわかんないわ。波動拳じゃないの？知らないけど。知らないよ。あの、ビヨンビヨンビヨンってなって波動拳じゃないの？あ、ちょっと待って。まず、コマにして、で、今20分か。もういける、ちょっといけるところまで行こう、今日は。あ、上届かないのか。行きしは、あの、上から行けるけど、帰りしのは通れないんだな。うっ
とし、あ、ちょっと待って、なんかあれ今なんかワープしたよな。おいおいおい、いい加減にしとけてよ、そういうの大っ嫌い。まあ攻撃力最大だからな、倒す理由はないよな。そう、昔ドイテのそのレベルとかなかったらすぐにクリアされるから、そのレベルっていうそういうあのシステム導入したんだ。あれなんか一撃になってるぞ、あれ一撃になってるよな、さっき2撃だったじゃん。なんだろうね、なんかあるんじゃない、多分なんだろう、攻撃力2倍になってるんじゃない、岩剣が。知らないけど。どこまで行ったっけな、話したら分かんない。あ、ここか。そうそう、ここ寄り道ね。全く行く必要ない道ね。で、ここ戻ったでしょ、コマ取ってから。それまた行くわけよ。あ、これが、その何、本来あの攻略するあれだよね。あれこれ逃げ機だ。あ、なるほど。ほんであの何、あ、その面によってあれなんだな、これなくなってますね。多分あの電源落としたらまた復活するんだろうけど、いやー面白いわー、なんていうんかな、ほんと面白い。私その100円で3分やってたんだよな。で、やりたいって言って、先どうなってるのかなって思ってたもんな。だって3分間しかできないじゃん。で、またそのリセットかかっちゃうからさ。当時、だからパスワードの取り方とかも分かんなかったな。本当に本当に。この、昔の話だよな。この中入れない。あ、危ないって。危ない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 。逃げろ逃げろ逃げろ。逃げろって、危ないって。これ、あ、これあれだよね、あの帰りしなの生きるルートです。帰りしなのために取ってこないね。わ、これめんどくさいな、めんどくさいな。キション、ここまで来ていいのお前。お勇敢な若者じゃ、さあもっと近くにあれ、いいものさつけよう。これあれ、 何勇敢の若者、無事に旅を続けなされ。これ、あの、パワー回復なんだけどね。今、マックスだから。あ、消えた。どうしよう。もう、ここで一回切る？切ろうか。どうしよう、もう23分だろう。自分、この23分、ほんと楽しかったけどな。完全にどこにある何があるかっていうの分かってるからな。ちなみにここら辺まではまだ確かね、どこまでクリアしたのか分かんないけど、コマの先は覚えてない。あれ、なんで食らっちゃうの。まあいいや。ああ、あれ欲しい。これなんかさ、食らうやついたよな、目が一つ目で。今ないんだ。分かんないよ、これが無敵だから、あれかもわかんないし、あった。これ、メトロイドという回復ゾーンだな。中出にくいんだよ、これ。あ、ほんとだ。なんかみんなここで、経験値稼ぐ理由わかるわ、ほんとに。経験値稼いででも、その、なんていう、2名に戻る理由がわかる。あ、もう金も完成するでしょ。いらないもんだったって。さっきなんか無駄買いしたのに、それでも関数だからね。いらない金は。一つ楽しいよな。だ、全部の面行くからね。作ってもらった面は全部行くんで。隠し面も全部行ったでしょ。だからあの下ルートは、帰り品のように取ってるんだって、自分は。下のルートね。そこまで俺は、自分は楽しんでる。どうしよう。もうあれします。一回ちょっと切ろうよ。長いでしょ。だって洞窟からここまで来てるわけだから長いんで。一回切りまーす。
ご視聴ありがとうございました。ちょっとね、ここで長くしてくれって言われてるんで、なんかあるじゃん。YouTube だから。あれをつけるっていうことなんで。はい。お疲れ様でした。失礼いたします。